竹を売るのが目的です。なるほど。ここをいかにハッタリかますかです。なるほど。はい、じゃあ今回ですね、ライターが高単価案件を獲得する方法ですね、これについてお話ししていきます。あ、結構あのね、後藤さんの Facebook とか見てたら、はい、塾生さんが108万円のとか、あ、はい、どういう状況みたいな、中身知りてみたいな、どんな活動されてて、はい、まあ、下積みとかもあったと思うんですけど、うんうん、何があってそうなったのかみたいな、はい、まあ、その実績者の成果として、うん、後藤さんから教えていただきたいなと思います。はい、わかりました。このチャンネルはですね、セールスコピーライターが収入を得るために必要な知識やスキルアップのヒントをお伝えしています。動画を見終わってからでいいので、動画概要欄の一番上のリンクから無料メールマガに登録してください。プレゼントもあります。はい、では中身の方に移っていきたいと思います。はい、そうですね、まあ高単価獲得するっていうので、はい、まあ、4つまあ簡単に挙げたんですけども、はい、どれもまあそんな難しいわけでもなくって感じで、うんうんうん、まあ言われてみればそうだろうって感じですけど、はい、ただまあ意外とやってる人が少ないので、書いたんですけど、まず1つ目ですね、これボリュームディスカウント型なんですけど、はい、ボリュームディスカウントってボリューム、量ディスカウント、安く、うんうん、めちゃめちゃ安くいっぱい書くみたいなみたいな意味ですかね。まあまあボリュームディスカウントは、あの、買えば買うほどお得みたいな感じですね。ああ、なるほど。うん、そうで、これが1回の受注金額がやっぱ少ないライターさんにありがちなのは、はい、例えばまあ LP1 枚何万円とかっていうのだけで終わっちゃってる人がすごく多い、はい、多いですね。で、これって売上全般に関わる仕事をしていく上で、これだけで売上が変わるかというと、ぶっちゃけ変わったとしても、それあなたの力ですかって言われたら何とも言えないんですよね。確かに。うん、なんでこのボリュームディスカウントで僕がいつも話してるのは、はい、例えばですね、LP 作りたいんですけどという依頼が来ますよね、はい、依頼が来た時にこの LP はいいんですけど、うんうん、例えばメールアドレスをね登録するような LP だったら、はい、登録した後どうなるんですか、うん、いや、ちょっとあの動画とかメールとか送って、あの貸し提供して、はい、で最終的にこう販売をしていきたいんですとか、はい、セミナーに誘導したいんですとかっていう、うん、いろんなこう入り口から出口までっていう話をこう聞いていくわけなんですよね、はい、で聞いていくと何が必要かっていうのがまた追加で出てくるわけですね、はい、LP だったら登録した後に、まあ、例えばサンクスページですか、はい、サンクスページが必要ですよね、うんうん、ステップメールいらないですか、貸し提供の、はい、で動画いらないですか、うんうんうん、動画の台本とかいらないですか、はい、でセールスレター、レターいらないですか、はい、とか、セミナーの資料いらないですかとか、はい、あとあの事務的なメール、うんうんうん、とか、はい、購入のお礼メールとか、あ、はい、いろいろいりますよね、うん、でターゲットが 2,3 パターンあるんだったら、なんか LP3 つぐらい作りましょうかとか、うんうん、いろんなこう出てくるわけですよ、はい、でこれをまるっとひっくるめて取ってきなさいよっていつも言ってる僕は。ああ、なるほど。まるっとひっくるめて、で通常100万なんですけど、うん、っていう高い金額を最初に、はい、アンカリングで出しておくんですね、はい、でも初めての取引なので、誰々さんはもし次からもう使ってくれたら半分の50万でいいですよ、うんうん、でも最初から50万で売る予定ですけどね、はい、うん、でもこういうふうにプレゼンをしていくってことです、うんうん、でこうすることによってお客さんは、あ、この人よく分かってるって思ってくれます。なるほど、うん、よく分かってる上で、しかもこれだけの金額をこれにしてくれる、はい、あ、任せてみようかなって思ってもらえるかどうか、ここをいかにハッタリかますかです。なるほど。大事ですよね。いや、大事ですよ。ハッタリっていうと悪く、なんか悪いイメージを持たれる方もいると思うんですけど、うん、います、います。ハッタリ大事ですよね。そうです。ビル・ゲイツだってハッタリかましてますから、はい、最初はね、はい、ありもしない商品を売って、はい、そこからプログラミングで、ね、プログラムを探してって言われてるんで、ね、うん、とにかく自分がやったことなくてもいいんですよ。普段からやっぱりいろんなプロモーションだったり、はい、見ておくのが大事ですけど、だとして、はい、で見ておけば、あ、これだけだとダメだよなって、ここまでやって初めて自分が貢献したって言えるっていうものを全部関わって作っていくっていう、はい、マインドを持っておけばこれ、うん、できるかなと思います、はい、はい、これが1個目、はい、ボリュームディスカウント、わかりました。
のね。はい。はい。で、次、松竹梅型。はい、まあ、これは価格の見せ方の話なんですけども、はい、まあ、こういうパッケージングでとかあるんですけども、はい、これが例えば、こういうプロモーションを定期的にやっていくっていう人だったりすると、はい、毎月1回あるんですとか、だったら、なんかやるたびに毎月毎回50万、100万でかかるっていうのは、はい、お客さんにとっては、まあまあ負担が大きい場合もありますよね。もちろん売上規模にもよりますけど、はい、だったらこれをどういうふうにすれば、より長く、はい、長くいい関係でいけるか、うん、月額とかにしたら、で、1年契約とか、もしやってくれたら、お互い長くいい感じに付き合えるんじゃないかと思った時にやるのが、この松竹梅型でよくやるんですけど、はい、これは、ルールとしては、はい、竹を売るのが目的です。なるほど。竹。真ん中ですね。真ん中ですね。はい、真ん中売るのが目的です。で、じゃあなんで3つ作るのか、はい、っていうと、竹をお得に見せるための梅が必要なんですね。うん、なるほど。コスパが良さそうに。はい。で、竹を安く見せるための松がいるんですね。ああ、なるほど。だから真ん中を選んじゃうようにしていかないといけない。はい。例えばこれ竹を月額、まあ30万円で取りたいなと。うん。でもさっき決めちゃうんですね。はい。じゃあ、この30万円より圧倒的にコスパが良くない梅を作るんですよ。うん、うん、うん。1ヶ月 80% ぐらいの、はい、割合やりますよと。はい、で、30万円。じゃあ、梅だったら、例えば20万円で、なんか 10% しかやりませんみたいな。うん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 。絶対こっちがいいじゃないですか。はい。これと比較して、こっちをまず選びます。うん、で、今度、この30万円安く見せるために、ここを120万とか作るんですね。なるほど。その代わり、120万の価値はつけていかないといけないんで、はい。だから 250% ぐらいのボリュームするとかね。はい。あとは、ここ予算の問題なんで、はい。で、ここをね、名前でね、スタンダードとかするんですよ。で、ここをプラチナとかして。はい。で、色を変えて出していく。はい。そうしたら大体ここを選んじゃうっていう感じですね。で、これ、松を超限定製とか、うん、1年に1人しか売ってないんですとか、はい、僕を独占できる唯一のプランですとかって言っちゃうと、売れるかもしれないっていうのは、もちろんあります。これで僕は売れたことが2回ぐらいあるんですけど、超もう1000万超えのプランとかで売れたりしたことあるんですけど、はい、それはさすがに、はい、怖いんで、怖いし、ちょっとビビる人も多いと思うんで、まあ、あんまりここ盛り込みすぎると、本当に売れちゃうと、まあ別に売ってもいいんですよ。ただ、基本的には竹を売るためのコントラストのマス。なるほど。コスパよく見せるための梅みたいな感じですね。うん、この松竹梅を作っていく。これが松竹梅型。ですね。了解です。ちょっとじゃあ、あと2つは、後編の方に。そうですね、結構ね、長くなっちゃった。いや、細かくね、はい、はい、やっていただいてるんで、なるほどなって思いながら聞いてます。はい。ではちょっと後半に移ります。はい。はい、そうですね、最後までね、動画をご覧いただきましてありがとうございます。最後ね、大切なお知らせということでお話しておきたいと思います。今ですね、僕ね、コピーライター、セールスライターとして、すでに活動している方だったりとか、これからね、コピーライター、セールスライターとして活動していきたい方、もしくはね、コピーライティングとかは、ご自身の事業にね、導入したい方に向けてですね、プロモーションとコピーライティング、これ2つをね、掛け合わせた、プロモーション型コピーライティングっていうものを教える講座を今やっております。でですね、これ最後までね、動画をご覧になってくださった方にですね、今ね、有料でね、やってるオンラインの講座はですね、今だけ無料でご覧になれます。でね、これ期間限定になってますんで、今すぐですね、この YouTube の下のね、説明欄からですね、今すぐ登録しておいてください。お願いします。